木名駅は北海道磯谷郡蘭越町木名にある北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は S28、電報略号はメナ、当駅から滝川駅まで本社管轄となる。駅名はアイヌ語のメナに由来する。1976年の木名駅と周囲約750メートル範囲、左下がおしゃまんべ方面。 少しずれた形の相対式ホームと対比用中線を有する二面3線駅舎横のおしゃまんべ側に貨物ホームと引き込み線を有しているが、すでに貨物取扱い廃止となっていて、黄色の保線車とレール運搬台車らしき姿が見える。駅裏のおしゃまんべ側には、保線車用の青屋根の車庫と引き込み線がある。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成ホーム駅舎に面した単式ホーム一面一線と、ホームのない副本線一線を持つ、地上駅、一線スルー構造である。くっちゃん駅管理の無人見駅。駅舎は、町民サロンを併設しているが、至って小さい。交換設備が1986年に一旦撤去、されている。現在のダイヤでは十分なものの、 2000年の、うっさん噴火の際に、室蘭本線が一部普通となり、通常室蘭本線、千歳線経由で運転されている、特急列車や貨物列車を、函館本線経由で運行することになったが、交換設備が少ないため運休列車が多発した。今後も室蘭本線災害時の迂回ルートとなるため、災害時輸送力増強を目的として、当駅に交換設備が再度設置された。 一日の平均乗降人員は以下の通りである。ありがとうございます。